やつが来る。じわりじわりと降りてくる。水平移動。迎え撃つべし。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。ゲーム機が喫茶店のテーブルとして使用されていたことがあるのを知ってますか？コーヒーを飲みながら当時の人が夢中になったゲーム、それがインベーダーゲームです。高得点を叩き出して喫茶店に名前を刻んだ猛者もいたほど人気でした。画面上部から徐々に降りてくるインベーダーは、一段降りてくるごとに画面に貼り付けられているカラーセロハンで色が変わって、その危険度がわかるようになっていました。単純ながらも長く楽しめたインベーダーゲームも今ではアプリで楽しめます。ハイスコアを出すために必須と言われる名古屋打ちをスマホでも再現できますよ。当時を知っている人もそうでない人も楽しめるスペースインベーダーを楽しんでみませんか？今回の短歌は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室短歌部でした。